国道1号線、または国道第1号、木浦新宇宙線とは、大韓民国全羅南道木浦市と、軽軌道八州市を結ぶ、全長 509.9km の韓国の国道である。書類上での終点は、平安北道新宇宙市となっており、書類上の総延長は 1068.3km となっている。八修市の臨深閣から半門点までの区間は、 統一路と指定され、アジアハイウェイ1号線の一部となっている。李氏朝鮮時代から、現在の国道1号線の区間の内水原、ハンスンやハンスン義州間は主要な街道となっていた。特にハンスンから義州に至る街道は義州路と呼ばれ、中国との重要な交通路であった。街道が本格的に整備されるのは日本統治時代になってからのことで、 木浦新宇宙官が国道1号線に指定され、新作路と呼ばれた。朝鮮総督府は新作路のルートを決める際、大部分は、李氏朝鮮時代の街道をそのまま踏襲したが、各都市を直線で結ぶため一部区間では、ルートの変更を行った。朝鮮戦争後、国道1号線も南北に分断された。そのため、長い間発州市の臨新閣が、 国道1号線の終点となっていたが、2000年に工事が完了し、北朝鮮の海上島で延伸された。韓国国内でも国道1号線の改良工事が進められ、一部区間が4車線に拡張された。国道1号線には国土交通部が指定した自動車専用道路区間が存在し、区間内では歩行者や自転車は通行できない。 自動二輪車は緊急自動車を除いて通行することはできない。AB 実際には朝鮮民主主義人民共和国の支配下にある異北合同を参照。ありがとうございます。